アイコカは、西日本旅客鉄道が発行し、JR 西日本及びその他取扱事業者で発売される、サイバネ企画の IC カード乗車券である。ソニーの非接触型 IC カードフェリカの技術を用いた乗車カードで、プリペイド方式の乗車券の機能をはじめ、定期券、駅売り店等での支払いに使える電子マネーの機能を合わせ持つカードである。カードで利用できる金額は、 駅などに設置されたチャージ機などでチャージすることにより追加ができ、使い捨てることなく繰り返してカードを使用できる。2001年5月15日の社長定例会見において定期券や時期式ストアードフェアカードである J スルーカードを2003年をめどに IC 化を検討することを発表し、2002年12月18日の社長定例会見において正式名称を アイコカとすることを発表した。2003年6月27日付で商標登録がなされている。カードの名称は IC オペレーティングカードの略称であるが、関西方言のイコカにもかけている。また、カードの裏面の右下に記載の番号は JW で始まる17桁の英数字であるが、この JW は JR 西日本の英語表記。 JRS との頭文字を取ったものである。2003年11月1日から JR 西日本のアーバンネットワークで運用が開始された。その後、中国地方や北陸地方にもエリアを拡大し、2018年9月15日にアイコカの自社内エリアがつながった。JR 西日本の各駅では、アイコカの自動改札機での利用率も半数を超えていることから、 愛イコ専用改札機が大阪駅未同筋口で初設置され、その後も京橋駅や天王寺駅をはじめ多くの駅に設置されている。JR 西日本での愛イコの発行枚数はサービス開始の2003年11月から後、ヶ月余りで100万枚を突破した。その後、2014年11月には累計発行枚数が1000万枚を突破。 2019年3月には、累計発行枚数が2000万枚を突破した。アイコカを使用した電子マネーサービス、アイコカ電子マネーについては、2005年10月1日から開始し、京阪神や岡山、広島エリアの駅、福岡エリアの一部の駅のコンビニエンスストア、ハートインとデイリーインの各店のほか、関西、中国地区の4グループや、ビッグカメラ、ヨドバシカメラ、 スカイラークグループ各店など、またファミリーマートやローソン、サークル系サンクス、セブンイレブンなどのコンビニエンスストア等、利用可能な店舗は順次拡大中である。加えて愛コ家に対応した自動販売機やコインロッカーもある。2008年3月18日からはスイカショッピングサービスと相互利用を行っているほか、 2010年3月13日より JR 東海の都下電子マネーとさらに2011年3月5日からは JR 九州の守護下電子マネーと相互利用を開始した。そして2013年3月23日からの全国相互利用サービスの開始により、キーとかパスもマナコにもか、早か県の各電子マネーサービスとも相互利用を行っている。ただし、 ピタパショッピングサービスとの相互利用は、ピタパが他の交通系 IC カードと適用される法令が異なり、クレジットカード扱いとなるため、2013年3月23日以降も行われておらず、ピタパショッピングサービス加盟店においては、愛コカを電子マネーとして利用することはできない。2014年7月22日から w e i u 12月9日から、 ニュー・ニンテンドー 3DS ニュー・ニンテンドー 3DSLL の支払い決済に、愛国家を含めた交通系電子マネーを利用できるようになった。JR 西日本一社のみの発行体制を維持しつつ、取扱事業者は増加傾向にあり、2017年4月15日現在、北陸地方から四国地方までの17社局が取扱事業者となっており、カードの発売を行っている。 ピタパとの連携2009年11月、JR 西日本と IC 乗車カード、ピタパを発行するスルッと関西協議会との間で IC カード乗車券を活用した連携実現に向けた合意書を締結。同年12月15日には IC カード乗車券を活用した新たな連携サービスについてとしてプリペイド方式の愛コカと ポストペイ方式のピタパとの住み分けを行うことにより、両社間で幅広い連携サービスを図ることを発表した。この合意を受けて、2011年6月に、京阪電気鉄道でアイコカの販売を開始し、続いて2012年12月には、近畿日本鉄道でアイコカの販売を開始。さらに2017年3月31日にすると、関西対応時期式、 プリペイドカードの販売終了を見据えて IC カード乗車券を活用した連携サービスの拡大についてとして大阪市交通局南海電気鉄道仙北高速鉄道と京都市交通局山陽電気鉄道神戸電鉄大阪高速鉄道神戸新交通北上急行電鉄京阪電気鉄道と神戸市交通局山陽バスでも順次や o c かの販売及び 定期券機能の導入が開始された。一方、スルッと関西協議会加盟各社のうち、阪急阪神ホールディングス参加の鉄道事業者4社は、スルッと関西対応カードの発売終了後も、時期カードを支持する利用客が多かったとの理由から、4社間で時期式共通プリペイドカード、阪急阪神の関田旧レールウェイカードを発行し、アイコカの販売を見送る一方、 2017年春より、阪急北急との間でもピタッパによる連絡定期券の発売を行った。その後、2019年3月1日より4社でもアイコカの販売を開始し、レールウェイカードを含めた次期式プリペイドカードの取り扱いを終了している。こうした動きに加え、2018年10月1日からアーバンネットワークの一部アイコカエリアでピタパの ポストペイサービスを開始しており、両社エリア間のシームレス化によって、プリペイドはアイコカ、ポストペイはピタパという住み分けの加速が進んでいる。なお、先行導入した近鉄は独自のポイントカード、ギップスにアイコカを搭載した、ギップスアイコカを JR 西日本と共同発行している。また、京阪バスグループ4社では、 アイコカでバスを利用するたびにバスポイントが貯まる制度を2017年4月1日より開始した。さらに、神戸新交通では同社において、アイコカを利用するたびに、チャージ額を一部還元するサービスを2020年4月1日より実施している。その他、京阪電気鉄道においても、同社の京阪線でアイコカを利用するたびにポイントを、 還元する制度を2020年12月1日より開始する予定である。また、2021年春からは、大阪メトロのポイントサービスの対象が愛い子化にも拡大する予定である。また、神戸市営バス及び山陽バスでは独自のポイントサービスが、大見鉄道バスでは愛い子化ポイントサービスの導入が決定している。 他社での IC カード乗車券の新規導入2012年からは、四国旅客鉄道でも JR 西日本と相互直通運転を行っている快速、マリンライナーの標準停車駅で一部利用を開始した。システム導入は JR 西日本が主導した。2014年からは JR 四国でもアイコカを発売することになった。導入当初は乗車のみ可能であり、 JR 四国では発売は、愚かチャージすら扱っていなかった。口述の通り、現在も取り扱いに一部制限がある。2015年3月21日より愛の風と、山鉄道でも発売が開始され、3月26日より運用開始した。IR 石川鉄道でも IC カード乗車券を新規に導入し、2017年4月15日より愛子化のサービスを開始した。 両者とも JR 西日本が支援を行っている。イメージキャラクターはカモノハシをモチーフにした、カモノハシのイコちゃん。アイコカでイコカアタッチしてイコカー。アイコカ電子マネーサービスには、アイコカでカオカータッチして、カオカーというキャッチフレーズがあり、テレビ CM やパンフレットなどで仲間とイコちゃんが呼びかけている。JR 西日本のイメージキャラクターを務めていた。 仲間ゆき恵と共に出演する機会も多い。愛子家の広告は、京阪神、岡山、広島地区の駅のポスター及び、車両の液晶ディスプレイで放映されている。愛子家と水家の相互利用開始時には、巨大化したイコちゃんが東京都内に出現し、仲間ゆき恵が、東京でイコちゃんが、 愛国家と叫ぶテレビ CM や広告が数ヶ月間にわたって宣伝された。仲間の背景はセットで作られた東京駅という設定で自動改札機も JR 東日本で多く使われているタイプだったが実際には大阪駅の中央改札口にそっくりであった。2013年3月23日からの全国相互利用サービス開始に合わせて 久々のテレビ CM が放映され、立体アニメーションでのイコちゃんが登場した。アイコカのサービスエリアについては、下記の利用可能エリアを参照。突起なき限り、各カードは、アイコカエリア内の JR 西日本の各駅の緑の窓口や、近鉄などの取扱事業者の各駅の窓口、並びにアイコカのマークがある、各事業者の各駅にある一部の自動券売機で、 購入できる。プリペイド方式の普通乗車券機能と電子マネー機能がある無記名式のカード。発売額は1000円、2000円、3000円、5000円、1万円の5種類である。発売額には500円のデポジットが含まれており、購入時点で最初に使える残高はデポジットを引いた金額となる。デポジットはカードが不要になった際に、 各事業者の取扱窓口で返却をすると払い戻される。スイカや守護カなどと異なり、記名式の通常版アイコカは発売されていない。小児運賃が適用される旅客に対して発売されるカード。記名式で、氏名、青年月日、性別の登録を発売時に行う。発売額は2000円のみ。 カードのデザインについては、JR 西日本では子供愛子家専用デザインのカードが発行されるが、近鉄、京阪では大人用の愛子家と同じデザインのカードの中央に丸二章のマークを印字したものが発行される。なお、JR 西日本発行文も2015年4月から大人用とデザインが統一されており、専用デザイン柄は 在庫がなくなり次第発売終了となる。購入時に使用者の年齢の確認できる身分、証明書が必要となるため、自動券売機では購入不可。利用者本人が大人運賃を適用される年齢に達する年の年度末が有効期限とされている。JR 西日本においてアイコカが導入された当初は、大人用のみの設定で、小児用のアイコカは発売しておらず、 後に発行を開始した小児用アイコカ定期券は当初はストアードフェア機能は使用できなかったが2004年8月から利用を開始した JR グループで小児用 IC 乗車カードを発行したのはアイコカが初めてであるアイコカに定期乗車券を搭載したものストアードフェア機能自体は通常のアイコカと同じでアイコカの前面に定期券情報が印字される すでに所持している通常版のアイコカ、子供アイコカに後から定期券を搭載することが可能。カードの新規購入では定期運賃相当額にデポジットの500円を加えた額通常版アイコカからの変更では定期運賃相当額等のみが発売額となる。JR 西日本のアイコカエリア内で完結する区間においては 連続した区間を2区間に分割して1枚のアイコカ、定期券にまとめることもできる。フレックスフレックスパルを付加させることも可能。新幹線停車駅が2駅以上含まれる場合は、アイコカ定期券を新幹線で自由席、特急券部分をチャージから引き去ることで利用することができる。なお、パスカルは付加することはできない。アイコカエリア内の JR 西日本の各駅にある。 緑の窓口のほか、緑の券売機やピンク色の自動券売機、近鉄などの取扱事業者各駅にある一部の窓口や自動定期券販売機で発売されている。ただし他社線のみのアイコカ定期券を他社で購入することはできない。JR 四国線区間を含むアイコカ定期券は一切発売しない。IR 石川鉄道は一部の窓口でのみ発売し、 自動券売機はすべて非対応である。また、アイコカエリア内であってもアイコカ定期券の設定がない区間がある。逆に、アイコカエリアを含まず、アイコカ取扱事業者の利用可能エリアと立ち行き、カードエリアの連絡定期券の設定もある。通常のアイコカには、記名式のカードが存在しないため、アイコカ定期券の定期券機能のみを払い戻すと、無記名のカードとなる。 アイコカの機能に加え、クレジットカードによる電子決済でチャージができるクイックチャージサービス J ウエストカードの J ウエストポイントからのチャージ機能などが追加されたカード。利用するにはクレジットカードの登録が必要。スマートアイコカ定期券はアイコカエリア内の JR 西日本の各駅にある緑の窓口や券売機での未定期券機能を付加することができ。 他社局の窓口での取り扱いや他社局内のみのスマートアイコカ定期券を JR 西日本の窓口や券売機で購入することはできない。アイノカゼアイコカ JR 西日本が発行するカード表面にイラストなどオリジナルの図柄を入れたデザインアイコカカードが下記の通り存在している。原則として大人用のみの発売で定期券の機能をつけることもできない。 プリペイドでの利用は通常デザインのアイコカと何ら変わりはない。定期券にできるカードかどうかは、カード右下の切り欠きの数でも判別できる。カードの折損などでの再発行やカードの機能向上などを行う都合による交換時は、通年販売の記念デザインカードのうち四国アイコカ、アイノカゼアイコカと、IR 石川鉄道アイコカを除き、アイコカハルカ、 オリジナルデザインアイコカを含め、通常デザインのアイコカカードへ交換することになる。通年販売のデザインアイコカ枚数限定発売の記念デザインアイコカこれらのうち、カープアイコカやタイガースアイコカは大きな人気を集め、販売時に話題となった。2023年春のサービス開始を予定している、スマートフォンでアイコカの機能を利用できるサービス。 スマートフォンアプリの操作により利用が可能で、代金はクレジットカードによる決済を想定。名称も含めて詳細なサービス内容は検討中で、変更になる可能性もあるとアナウンスしている。キップスアイコカカード定期券付きキップスアイコカ、カードリメーの自動改札機やバスの乗降口、店舗のレジなどに設置されたカード読み取り機にアイコカを当ててカードを読み取らせることにより、 あらかじめチャージされた金額から利用金額分を引き去って決済をするというのが基本的な使い方である。アイコカは電波を使った無線通信によりデータの読み取りや書き込みができる非接触型の IC カードであるのでパスケース等に入れたままでも利用でき利用するごとにパスケース等から取り出したりする必要がないが電波を吸収する性質がある効果などの金属類や 使用方法が類似する多用途の非接触型 IC カードを一緒に入れているとカードが正しく読み取れないことがある。アイコカのストアードフェア機能を利用するには生産前にあらかじめカードにチャージがされている必要がある。チャージ金額の上限は2万円である。チャージ方法は現金、またはクレジットカードに限られ J スルーカードやオレンジカード、 またはスルッと関西対応カードを用いてのチャージはできない。チャージは基本的に駅構内においては以下の場所で行う。なお、愛子かエリア内の以下の駅では駅構内でチャージができない。また、以前は JR 西日本管内の緑の窓口で現金に加えてクレジットカードでのチャージも取り扱っていたが2008年6月30日限りで 緑の窓口でのチャージの取り扱いを中止し、一方でスマートアイコカを一般クレジットカードに開放した。合わせてアイコカ定期券以外のクレジットカードでの購入取り扱いも中止した。駅以外ではアイコカ電子マネーを導入しているイオングループ、ビッグカメラグループのアイコカ電子マネー対応店舗とエリア内の主要コンビニエンスストア、 広島地区のパスピー取扱いの電車、バス車内のほか、東日本地区のスイカショッピングサービス、東海地区の都下電子マネー、九州地区の守護下電子マネーなど、全国総合利用サービス対応の各 IC 乗車カードでの電子マネーサービスを導入しているコンビニエンスストアでも現金によるチャージを取り扱っている。2018年10月15日より、セブン銀行 ATM で、 アイコカなどの交通系電子マネーの現金チャージや残高確認の取り扱いを開始した。鉄道での利用の場合、乗車駅で自動改札機のカード読み取り部にアイコカをタッチする。この時、カードには乗車駅や時刻などの情報が記録される。アイコカが正確に認証された場合は、電子音とともにゲートが開き、正確に認証されない場合、 またはカードが使用できない場合は、電子音や音声が鳴って即座にゲートが閉まるようになっている。アイコカの残額が不足していたり、アイコカ定期券及び子供アイコカの有効期限が近づいたりしている場合は通常と異なる電子音が鳴る。また、子供アイコカが使用された場合は、鳥の鳴き声の音が鳴る。下車駅では乗車時と同じように自動改札機のカード読み取り部に、 アイコカをタッチする。この時、乗車時に記録された情報をもとに運賃が計算され、チャージ金額から運賃分が引き去られる。なお、追加と異なり、アイコカエリアでは入場時に初乗り運賃の引き去りを行わないため、残高が初乗り運賃未満でも入場は可能である。アイコカ定期券で定期区間の外を含む区間をアイコカで利用した場合は、降車時に 定期外区間に相当する運賃が引き去られる。なお、定期区間を挟む利用を行った場合は、全区間の投資運賃と定期外区間の運賃の合算のいずれか安い方で生産されることになっている。出場時にチャージ額の不足があった場合には、導入当初は乗り越し生産機にて、不足額の現金生産を行い、別途出場証を受け取って出場証で改札を通過するか、 チャージ機で不足額を上回るように1000円単位でチャージする必要があったが2015年10月1日より愛子家に不足額を現金チャージした上でそのまま入場時の愛子家で出場改札を通過する仕組みに変更された普通列車に車載型 IC 改札機を設置している路線堺線では乗車時に入り口横の乗車用 IC 改札機にタッチし 校舎時に運転台後ろ、または、運賃箱の、校舎用 IC 改札機にタッチして下車する。七尾線、和歌山線、紀勢本線では、車内運賃箱での現金チャージに対応するが、関西本線、堺線では、列車内でのチャージに対応していないため、残高不足の場合は乗務員が、入場記録を取り消した上で、現金生産する必要がある。なお、 七尾線七尾駅、バクラ温泉駅間は普通列車が、能登鉄道の列車のみであることから、普通列車では、愛イコでの利用に対応しない。在来線と新幹線の乗り継ぎアイコカのみを用いての、新幹線の乗車はできないが、愛イコエリア内の在来線から、山陽新幹線、東海道新幹線、北陸新幹線へ乗り換える際に、新幹線乗り換え口の自動改札機で、 それまで乗車した在来線運賃の生産ができる。最初に新幹線乗車券を挿入口に入れ、続いて在来線の乗車に使用したアイコカオカード読み取り部にタッチすると自動的に生産が完了し改札機を通過できる。東海道、山陽新幹線の会員制ネット予約サービス、エクスプレス予約の EX、IC サービスや東海道新幹線の 会員制ネット予約サービス、プラス EX で列車を予約している場合は EX、IC カードとアイコカを2枚重ねでカード読み取り部にタッチすると生産が完了し改札機を通過することができる。北陸新幹線との連絡改札でモバイルスイカ特急券とアイコカを2枚重ねでカード読み取り部にタッチして通過することはできない。2009年8月29日より、 山陽新幹線全線に EXIC サービスが導入されたことで、愛イコエリア内にある山陽新幹線各駅の新幹線乗り換え口でも、愛イコを用いての在来線から新幹線への乗り継ぎが可能になった。また、エリア外の徳山駅、新山口駅、朝駅で EXIC サービスを利用して新幹線に乗車する場合、在来線改札口に設置された。 簡易改札機にアイコカをタッチの上、新幹線、乗り換え口の改札機で EX、IC カードと2枚重ねでタッチすれば、アイコカに入場情報が記録される。出場の際の手順は、この逆となる。2011年3月12日からは、JR 九州在来線と接続する博多駅、小倉駅両駅の新幹線乗り換え口でも死後か及び守護かと、 相互利用しているアイコカなどのカードでの生産、記録が可能となった。JR 在来線と他の私鉄との乗り継ぎ、JR 西日本、近鉄と他社路線を共同利用駅を経由して連続乗車する場合、乗り換え口がある駅と乗り換え口がない駅で取り扱いが異なる。再発行登録票アイコカは、最後の利用日から10年間利用がない場合で、 JR 西日本が特に定めた場合は執行となり、チャージ金額及びデポジットの返却は行われない。子供愛子化の有効期限は、使用者が12歳となる年度の3月31日と定められており、期限を過ぎたカードは、チャージ金額が残っていても使用できなくなる。この場合は、緑の窓口にカードを返却すると、チャージ金額及びデポジットが、手数料なしで払い戻される。 子供愛子かスマート愛子か愛子か定期券子供愛子か定期券スマート愛子か定期券キップス愛子かカードはカードを紛失した際でも所有者本人であることが証明できる書類があれば再発行が可能であるまたスマート愛子かスマート愛子か定期券では専用電話での本人確認と再発行も行われているただし再発行には 再発行手数料510円とデポジット500円の合計1010 10円を現金で支払う必要がある。これとは別に手元にカードはあるものの破損や障害等で使用できない場合はカードを各発行会社の取扱窓口に持参すると手数料、デポジットともに無料で再発行され翌日から14日以内に受け取れる。紛失、破損、障害ともに チャージ金額は引き継がれる。再発行及び払い戻しは、各発行会社で行う。ただし、記名式でない大人用アイコや、子供アイコは、アイコ取扱い事業者であれば、どの社局でも払い戻しのみ可能である。また、アイコ定期券、子供アイコ定期券は、定期券の有効期限が切れた後も、個人情報が会社ごとに残っているため、最後に、定期券。 子供アイコカを購入した社局の窓口での未対応し、他社局に持ち込んでも取り扱ってもらえない。2018年10月1日から JR 西日本でのアイコカ利用時に貯まるポイントサービス、アイコカポイントを導入した。2017年に導入が予告されていたもので、以下の3種類のポイントが付与され、貯まったポイントをアイコカにチャージできる。事前の利用登録が必要。 松江市交通局、市場田バス鉄道利用においては、他社で導入されているような、一定利用額以上に対して、定律還元ではなく、指定区間、同一区間での複数回利用に対して還元される仕組みになっているが、これは、サービスイン直前まで、京阪新地区で発売されていた、昼間と区割り切符の代替となるサービスを含めているためであり、時間帯指定ポイントの指定区間も、 昼間と区割り切符の発売区間とほぼ同一となっている。他社 IC カードとの相互利用については口述する。アイコカ単独では新幹線への乗車はできないが、新幹線駅の乗り換え改札口では、東海道、山陽新幹線でのチケットレスサービス、EX、IC サービスとの連携により、アイコカとの組み合わせで新幹線と在来線の乗り継ぎができるようになった。 JR 西日本と JR 四国の2社総合、JR 西日本、愛の風と山鉄道、IR 石川鉄道の3社総合にまたがっての連続利用が可能。ただし、1回での利用範囲には制限があり、これを超える場合は別途生産が必要になる。近畿圏においては大阪近郊区間やアーバンネットワークとは完全には一致していない。おした区間は、 キタパポストペイサービスの対象区間。以下は2021年3月13日現在のエリア。なお、宮島連絡船はアイコカではなくパス P を導入しており、交通系 IC カード全国総合利用サービスによりアイコカを利用可能となっている。2011年6月1日から大津線と工作船を除く全線でアイコカアイコカ定期券の発売を開始した。 その後、大津線でも2017年4月1日に、アイコカ及び、アイコカ定期券の発売を開始した。なお、工作線では、ピタパを含めた IC カードそのものが使えなかったが、2020年6月1日より、利用可能となった。2011年に、島線の一部を除いた普通鉄道線全線で、導入。島線については、導入開始当初は、鳥羽駅、 中野号駅、島磯部駅、浮方駅、賢島駅での乗降のみだったが、随時利用可能駅が拡大され、2015年8月1日をもって、島線全線と、西敷工作線でも、利用可能となった。なお、生駒工作線や葛城の作動線では、ピタパを含めた IC カードそのものが使えない。また、内部線、八王子線では、 近鉄時代も利用できなかった。以下の社局では2017年から順次、アイコカ及びアイコカ定期券の販売を開始した。いずれもピタパを先行導入している社局においてアイコカを併売するもので原則として定期券販売箇所で販売する。突起がない場合、各社局とも全線、全区間で利用可能。 スマートアイコカの列車利用ポイントは JR 四国を含む全区間が付与対象。ただしストアードフェアによる自動券売機での切符の購入や定期旅客運賃、定期券の区間内利用は付与対象外。また他社利用分や自動券売機での切符の購入金額部分は付与対象外。二千十八年九月十四日までは JR 西日本のエリアは近畿券エリアと 岡山、広島、山陰、香川エリアと石川、富山エリアに分かれており、エリアをまたがっての利用はできなかったが、二千十八年九月十五日のエリア拡大の際に一体化されている。近畿圏エリアについては割愛する。岡山、広島、山陰、香川エリアスマートアイ降かの列車利用ポイントは、JR 四国を含む全区間が付与対象。ただしストアードフェアによる、 自動券売機での切符の購入や定期旅客運賃、定期券の区間内利用は、不要対象外。岡山、広島、山陰、香川エリアは、岡山、福山地区、広島地区、松江、米子、白尾地区、香川地区に、地区分けされており、各地区内での利用及び、岡山、福山地区と隣接地区同士の地区をまたがっての、利用のみが可能であった。米子駅で、 撮影2018年8月15日現在、堺線及び、山陰本線淀駅伊藤、西出雲駅伊勢、先以外の白尾線がエリア外である旨が伝えられている。金沢、富山エリア2015年3月26日、寄り合いの風と山鉄道の一部で利用開始し、2017年4月15日に、JR 西日本、IR 石川鉄道、 愛の風と山鉄道の三社にまたがった石川、富山エリアに利用範囲が拡大された。スマート愛子家の列車利用ポイントは全区間が付与対象。ただしストアードフェアによる自動券売機での切符の購入や定期旅客運賃、定期券の区間内利用は付与対象外。なお、2018年9月15日のエリア一体化後も北陸本線以外の金沢、 富山エリアとその他のエリアとの連続利用はできない。アイコカで JR 西日本のアイコカエリア内を連続乗車できる区間は原則として営業キロ 200km 以内とされており、エリア内であってもこれを超える連続乗車はできない。ただし、以下の条件に合致する場合は 200km を超える連続乗車が可能となる。IR 石川鉄道線。 愛の風と山鉄道線を区間に含む場合、営業機録に関係なく、北陸本線大正寺駅を越えて、西側との SF 利用による連続乗車はできない。また、愛古家で、7 5 7尾駅、枕温泉駅間の普通列車に乗車することはできない。とかエリアとは、亀山駅及び、米原駅で連続しているが、 それぞれの駅をまたいで、愛イコカエリアととかエリアとの SF 利用による連続乗車はできない。愛イコカ利用可能エリアで愛イコカのカード残額を利用して乗車した場合、乗車経路並びに大都市近郊区間内外を問わず、運賃が最も安くなる経路で生産される。過去川線西脇市駅、谷川駅間は大阪近郊区間に含まれるため愛イコカの カード残額を利用して乗車した際の最も安くなる経路に含めることができるが、アイコ利用可能エリアに含まれないため、この区間を実際にアイコカのカード残額で乗車することはできない。これは、福岡近郊区間で利用可能エリア外を通過利用できる守護課とは取り扱いが異なっている。スイカとか守護課などの他の IC カードと同様に、 SF 利用では途中下車や各種割引などの対象外となる。2004年8月1日にスイカとの相互利用を開始し、2013年3月23日にはパスも、などの全国10種の IC カードの相互利用を開始するなど、それ以降相互利用可能エリアは拡大している。他社との連絡定期券としては2010年5月に、 京阪電気鉄道との愛イコ連絡定期券の発売が2011年6月1日より京阪での発売が開始され2012年12月1日より近鉄でも愛イコと愛イコ定期券の発売を開始しその後近鉄と JR 東海南海名鉄各社との連絡定期券も発売を開始した関西の私鉄の各駅で発売される アイコカについては JR 西日本の各駅で発売されているものと同じ仕様のものとなっており、理面の記載番号についても JW より始まるものとなっている。JR 四国では2012年3月17日に本市美山線と高松駅、坂出駅でアイコカが導入された。同社では IC カード発導入である。完全な相互利用ではないが、 広島のスカイレールサービスでは2013年1月にアイコカを利用可能とした新たな自動改札システムの運用を開始した。一般的な入り退場管理システムをベースとしたもので同社の定期券と回数券に限りアイコカに搭載して利用することができる。相互利用関係以下のカードは交通系 IC カード全国相互利用サービスにより各 カードエリアでのアイコカ利用、および各カードでのアイコカエリア利用が可能となっている。各エリア内でのチャージは、それぞれのカード対応の自動券売機、自動生産機、簡易入金機で可能である。なお、一部の事業者が発行している特割用カードは、相互利用の対象となっていない。一方、以下のカードは、アイコカを、当該 IC カードのエリアで利用することはできるが、 当該 IC カードをアイコカエリアで利用することはできない。滋賀県高架市が2017年3月から草津線の利用促進を目的に子育て世帯や生活困窮家庭などに対し同市のオリジナルデザインが施されたアイコカを無料配布したが、これらのアイコカがインターネットオークションに出品され、1枚あたり6万円で落札されていたことが判明した。市では、 配布の趣旨を逸脱した行為であるとして、適切な利用を呼びかけている。2003年6月28日から7月26日まで、京阪神の主要駅の一部で、愛国家、モニターテストが行われた。正式導入前であくまでもテストなので、宣明限定の募集となった。モニターテストが行われた駅は、大阪を中心とした周辺の JR 西日本の主要駅である。 ありがとうございます。